川崎重工業の奥村と申します。私は技術開発本部の技術研究所に所属して CO2 分離回収技術の開発を行っております。本日は当社川崎重工業の開発している CO2 分離回収技術についてご紹介いたします。よろしくお願いいたします。それでは画面共有いたします。はい。ではよろしくお願いいたします。 本日のトピックスですけども、当社の開発しております分離回収技術は、川崎 c o 2キャプチャーと呼んでおります。で、その川崎 c o 2キャプチャーの頭文字を取りまして、KCC システムと呼んでいます。で、その KCC システムの特徴をまずご紹介した後に、社内にベンチスケールのテスト、試験設備を建設して、 試験を繰り返し行いましたので、そちらのご紹介をいたします。その次に、商用機器へ向けた実証試験を2つご紹介させていただきます。で、最後に、空気からの CO2 分離回収技術についてもご紹介いたします。まず最初にですけれども、当社川崎重工業の紹介を簡単にさせていただきます。 当社は1878年に、川崎肖像によって設立されております。年間の売上は約1.5兆円。従業員は3万6千人を超える人数がおります。製品としましては、非常に多くございまして、航空機、または鉄道、 そして CO2 分離回収の設備建設を行いますエネルギーシステムプラントエンジニアリングの分野そして船、ロボットとモーターサイクルというふうに多くの製品がございますそれでは川崎 CO2 キャプチャー KCC の特徴の説明を行います まず、この川崎、えー、KCC ですけれども、えー、以前は潜水艦ですとか航空機といった閉鎖空間で人の呼気から排出される CO2 の分離回収技術の研究開発を約40年ぐらい前から開発しておりました。でその技術を現在、燃焼排ガス、もしくは空気へと適用させております。 当社の固体吸収剤ですけれども、えー、多孔質体、細高が多く入った多孔質体に CO2 を吸収するアミンというものを、えー、探知したものになります。でこのアミンが排、えー、ガス中、または空気中から CO2 を分離回収いたします。そして十分に吸収が終わりますと、次に、えー、蒸気を導入します。 そうしますと CO2 のみが脱離できますので、で高純度の CO2 が回収できるといったプロセスです。この時の最大の特徴ですけれども、導入する蒸気の温度が約60度程度で、非常に低温でいいというところが特徴です。60度程度の蒸気でありますと、例えば100度といった排熱を利用して生成することができますので、 排熱を適用することで省エネのプロセスを構築できるといった特徴がございます。では、この KCC の固体吸収剤をいかに実用化するかということで、まず社内にレン池試験の設備を立てて試験を行いました。 当社の日本の明石市に明石工場がございますが、そこに石炭燃焼設備の試験設備がございました。ですので、ここで石炭燃焼排ガスを生成しまして、その燃焼排ガスから CO2 を分離回収するベンチ試験の設備を設置しております。ベンチ試験設備としましては、固定層方式と移動層方式、 の、えー、2種類の方式の設備を設置しております。まず、えー、こちら固定層方式の試験結果ではございます。この試験では、こちらの写真にございますような、えー、10トンパーデイスケールの試験設備を設置いたしまして、えー、燃焼排ガスからの CO2 を分離回収できるか、分離できるか、 そして、低温の60度の蒸気を用いて CO2 が回収できるのかっていったことを確認いたしました。次に、移動層方式の開発について取り組みました。固定層方式ではこのように、吸収材層内にすでに反応した領域と、現在反応している領域、 そしてこれから反応すする領域の、えーえー、がございますでこれら、えー、反応に関わらない吸収剤も、えー、保持し、えー、保有していなければならないというところが固定層の、えー、にはございますが、移動層は吸収剤を移動させますので、えー、この反応部分を取り出すということで、非常にコンパクトな、えー、設備設計が可能になるという特徴がございます。 ですので、えー、石炭火力発電所や、えー、セメントプラントといった、えー、大規模プラントへの適用に関しましては、移動層の方が有利であるというふうに考えまして、えー、現在、移動層方式の、えー、開発を進めております。こちら、えー、移動層方式の説明ですけれども、えー、上から、えー、吸収と再生と乾燥と この三つの塔がございまして、この中を吸収材が移動しながら CO2 を分離回収いたします。吸収材はまず、えー、一番上の吸収塔に入ってまいります。ここには燃焼排ガスが、えー、導入されておりまして、えー、吸収材は燃焼排ガスと接触しまして CO2 のみを分離します。 で吸収剤はここで CO2 を吸収しまして、次に再生灯の中へと入っていきます。この再生灯では、えー、先ほどご紹介しました低温の蒸気、スチームがえー導入されておりまして、えー、ここで吸収剤は、えー、先ほど吸収しました CO2 を脱離します。ですので、ここから CO2 が出てきて、燃焼排ガスからの CO2 が分離回収されております。 で最後に、えー、再生灯で付着しました水分を、えー、除去しまして、元の状態に戻すために乾燥空気を入れる乾燥灯がございまして、えー、調整された吸収剤はもう一度、えー、吸収灯に戻ってきて、再度 CO2 を分離回収するというような、えー、プロセスでございます。 でこの、えー、プロセスがで本当に CO2 を分離回収できるのか確認するために、えー、こちらの写真にございますように、5トンパーデースケールの、えー、ベンチ試験設備を、えー、当社の赤石工場内に建てております。えー、吸収剤を、えー、動かしますので、当初はやはり吸収剤が破壊したり、えー、または機械的に壊される、摩耗する、まあ、そういったことがございまして、えー、なかなか循環、 うまくいかなかった点もございますけれども、えー、設備の改良と固体吸収材の、えー、高強度化を行いますことで、現在は非常に、えー、破砕も少なく、えー、吸収材を移動させながら CO2 を分離回収するということに成功しております。こちらが、えー、二酸化炭素の分離回収試験の試験結果の一例です。あのこれは 九州島内の、えー、試験結果ですけども、えー、横が試験時間です。で赤い線、これが入り口の CO2 濃度です。右側の軸になるんですけども、えー、この時は、ね、燃焼排ガスの試験ですので、約13%のガスが、えー、この九州島に入ってきております。えー、そして緑色の,緑色の線。 これが出口の CO2 濃度ですけども、これが1%か2%程度ですので、入ってきた CO2 から約90%の CO2 が除去されているというのがこれでわかるかと思います。えー、青色の線が CO2 の回収量になるんですけども、この時で約3トンの CO2 が回収できているということになります。 えー、CO2 が循環するのに、えー、約1時間かかる、えー、条件で試験を行いましたので、この時に、えー、CO2 を分離して、えー、回収して、えー、脱離するというのを3回行っても安定して CO2 が分離回収できているというのが分かります。縦軸の、えー、ここ、パーセントになっていますけれども、えーと、トンパーデーです、トンパーデーで失礼いたしました。 では次に、これらベンチ試験で確認されました技術を、商用機適用するのに、実証試験系のプロジェクトを1つ、2つ行っております。1つ目はですね、京都の舞鶴石炭火力発電所で、関西電力さんの発電所ですけれども、こちらで、 先ほどご紹介しました移動走方式の大型化の設備の研究開発を行っております。でもう一つは、えー、アメリカのワイオミング州にありますインテグレートテッドテストセンターというところで、えー、環境影響評価を行っております。 マイズル発電所の事業はネド、えー、様の事業、そしてワイオミングの事業は、えー、環境省様の事業として取り組んでおります。まず最初にマイズル発電所での、えー、事業に関してですけども、そちらの、えー、事業に関しましては、固体吸収剤は、えー、ライトさんの、えー、開発されています、高性の吸収剤を用いた試験でございます。 このように大規模40トンパーデーですけれども、非常に大規模な移動層方式のプラントを設置いたしまして、試験を石炭火力発電所から CO2 を分離回収するということを行います目的。目的としましては、先ほどご紹介しました通り、5トンパーデークラスの吸収剤の循環、そして CO2 分離回収には成功しましたけれども、 約10倍スケールにおきましても、えー、吸収材が循環できるのか、移動層プロセスは成立するのかといったところとを、えー、この試験設備を用いて、えー、確認するということです。えー、と現在は、えー、2020年から始まりました、設計が終わりまして、えー、現地工事がほとんど終わっている状態です。でこのように、さ、え、ら、ー、地であった場所に、 現在は試験設備が、えー、立っているという状況です。でただいま、ね、試運転を行っているところで、えー、この試運転が終わりましたら、2023年4月からは、えー、実証試験、本格的に入っていくという計画でございます。えー、ここからは、えー、と2つ目の実証試験の、えー、ご説明です。 えまず、えー、環境影響評価試験ですけれども、吸収液の方式がよく従来方式として、えーえー、大規模に、えー、取り扱われております。でえー、やはりアミン吸収液の方式では、えー、CO2 を分離回収する際にアミンミスト、または揮発したアミンが煙突から出ていってしまうというところが、えー、問題視されているというふうに聞いております。 えー、私たちの固体吸収剤もアミンを用いた CO2 分離回収技術ですので、えー、運転している間に煙突から CO アミンが出ていかないかまたはその変生物となって出ていかないかといったことがを懸念されます、えー、そこで、えー、CO2、えー、環境影響評価としまして、えー、どのようなものがどの程度出ていくかということを、えー、この試験を で評価するという計画がございます。場所は、えー、アメリカのワイオミング州にあります、えー、インテグレイテッドテストセンターというところで行います。えー、ここでは、えー、州が中心となって、この設備試験センターをけん設置しておりまして、えー、CO2 分離回収、または有効利用技術の研究開発をする人に、 設置場所、そしてドライフォークステーションの実廃ガスを提供されまして、研究開発を行うということができる場所です。我々の事業は、環境省様の事業で、石炭フロンティア機構さんと共同で現在実施しております。 左下にございますような、こういった試験設備を建設予定でして、2023年の10月に設備は観光予定です。規模としましては、大体15メートル四方の場所に立っておりまして、約1000ノルマル流米パーアワーのガスを処理する試験を計画しております。で、ここから出てきたガスを分析しまして、どういったものがどれだけ含まれているか。 またそれが環境へどのように影響を及ぼすかといったことを、えー、確認するように、えー、する計画です。では最後に、えー、空気からの CO2 分離回収技術のご紹介です。えー、空気から直接 CO2 を回収します、えー、ダイレクトエアキャプチャー、いわゆる DAC の技術です。 こちらは、えー、環境省長様の事業に、えー、2019年から昨年度の2022年度まで取り組ませていただきまして、こちらの写真にございますような、えー、実証試験設備を建設して、えー、CO2 の分離回収技術の検証を行いました。ここの試験設備のフローがこちらにございます。えー、この試験の時は、えー、例えば、えー、空気は季節、 または天候によって、えー、ガスの条件が変わりますので、えー、この試験設備では、えー、凝縮器やヒーター、または、えー、加湿できるボイラーを設置いたしまして、えー、温湿度がコントロールできるような、えー、設備を兼ねそろえております。そこで調節しましたガスを入れて、空気中の CO2 のみを吸収して脱出ということを行います。 また、えー、と脱輪のときは60度の低温蒸気を用いまして CO2 を分離回収するといったことを行いました。この写真の規模で約5キロの CO2 を1日に回収できる量として設計されております。こちら、えー、と試験結果なんですけれども、えー、この左にご,ございますグラフ。 これが我々の回収した CO2 の純度でございます。ご覧いただけますとおり、ほぼ100%の高純度の CO2 が回収できているというのが分かるかと思います。また、この回収の時に用いました蒸気の温度ですけれども、60度ということで、まあ、文献で調べた値ではございますけれども、他社様の実施されていますダイレクトエアキャプチャーでの CO2 分離回収を見比べましても、非常に低温の蒸気で、また熱源で CO2 が回収できているというのが分かるかと思います。えー、さらに、1000、えー、時間の連続運転も実,証、えー、実施いたしました。でこの時は先ほどご,ご説明しましたような、えー、空気の温度や湿度をコントロールするといった機器は全く動かさずに、 外気の空気をそのままこの施設に設備に導入いたしましてそこから CO2 の分離回収を連続1000時間行いましたで当初予定していましたのは5キロパーデという機器設備として設置したんですけどもご覧いただきますとおり7キロから8キロの CO2 が安定して分離回収できているというのが確認できました でえー、日によりまして、また、えー、天候によりまして、えー、性能に差はございますけれども、戦、えー、時間を行いましても、どんどん劣化していくといったようなことは、えー、見られておりません。えー、これで、えー、非常に5キロパーでですけれども、空気からの CO2 分離回収というのは、えー、実証できましたので、 今後は年間数千トン、または数万トンといった大規模ダックに向けて開発を進めていきたいというふうに考えております。はいえー、と当社、川崎重工業が取り組んでおります CO2 分離回収技術に関しましてのご紹介は以上でございます。えー最後にえー の皆様に期待するところというところではございますけれども、当社 CO2 の分離回収技術の開発はしておりますが、回収した CO2 の利用先、もしくは適用先というところに非常に関心を持っております。特にタイにおきましては、CO2 の貯留が可能なポテンシャルが多くあるのではないかというふうに考えておりますので、 まあ最新の貯留のに関するえ情報を共有いただけたらなというふうに考えております。えー、発表は以上になります。本日はありがとうございました。